こんにちは。2024年2月13日です。えー、旭川道の駅まで、えー、走っていきます。えー、孫京駐車場、なかなか快適でしたね。 ちょっと風が強くてですね、ぐら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 車は揺れてたんですが、えー、静かにそのすことができました。えー、夜の時間帯はですね、もうすんごい混んでましたね。えー、下の駐車場、して上の駐車場ももう満せ、満、満タンですね。<laughs> 車がいっぱいでですね、全然車が止,止めれません。えー、で、車が出ていくのを待ってるような行列ができるぐらいの状態でした。私は早く入れてよかったなというふうに思います。朝方になりましたら本当に5、6台いましたかね。 え、キャンピングカーが4台ぐらいですかね。え、で、え、皆さん、車中泊されてる方若いで、え、外へ行きますと、え、f f ーターのファーという燃焼音ですかね。え、それが聞こえるような状態です。え、しばらく、え、ここで過ごしまして、朝ごはんをゆっくり食べまして。 そして、路面がそろそろ出たなということで、出てきたんですが、路面はまだアイスバーンでしたね。本当に圧雪、アイスバーンの状態です。で、まあ、倉庫を過ぎたあたりからはですね、まあ、上川辺りになりますと、少し路面が出てきたんで、あこれは安心して走れるなということだったんですが、さすがやっぱり標高が高いですね。で、今回は道の駅、旭川ですね、しばらく上にここに寄ってみようかなというふうに思います。ななかかかここら 行くとですね距離は短いんですが複雑な経路なんですよねカーナビセットしましたらもうくねくねくね,くねあっちゃまがれこっちゃまがれということなんでそれに従ってえ行こうかなというふうにえ思います、えー、朝日川の市内の真ん中辺に、えー、ほぼ真ん中辺にありますよね札幌はですね道の駅ないんですよ、えー、で札幌で車中泊しようと思いましたら高速道路に入ってですね、えー、そこのインターチェンジで、えー、インターチェンジというかサービスエリアで え急,速を急速を取るということと、えー、まあ近くの道の駅、えー、東別、えー、そして恵庭、千歳、真、え、井、ー、の丘ですかね、えー、そこら辺まで走んなきゃいけないということで、まあ、そこまで来るとやはり30キロぐらい走るということになってしまいますが、この旭川ですと、旭川道の駅が利用できますんで、ほぼ中,中心街ということで、いろいろラーメンだとか、そういうおいしいものを食べながら。 泊まることができますしこの朝日川道の駅の中にも結構レストランとか結構ありますよね、えー、フードコートとかありますんで、えー、ここで十分過ごしていけるんじゃないかなというふうに、えー、思います、えーまあ、朝日川の開園時間はですねこのところは朝は9時からですね 21時までです。大型車6台、普通車100台、えー、新庄車用が2台ということです。それから24時間トイレ、公衆電話などがあります。えー、観光案内も用意されています。えー、同,同日祝日のみ、えー、観光案内が ででできますすとというこ旭川、えー、に来られた方はここでいろいろ聞いていかれるのもいいんじゃないかなというふうに思いますが旭川、えーまあ、はまあラーメン食べて素通りになるんでしょうかね、ここで車中泊されてる方ってあんまり聞いたこと、まあ、結構止まってると思うんですけども、えーまあ、次のところに向かっていくというのが、えーまあ、というような通り過ぎるところかもしれません。えー、売店などにもあありままして、えーまあ えー、ば、ベーカリーですね。ベーカリーとカフェがありますね。フードコートもあります。えー、海鮮丼う、それから吉野家ですね。それからラーメン店、えー、それから中華料理店などもおあるみたいです。えー、まあ。 えー、それから、えー、いろんなこと、でイベントも開かれますよね。イベント会場なども用意されてまして、大きなイベント会場、ここで、えー、キャンプカーの展示だとか、もう以前あったような気がします。えー、車の新車の発表会だとかも、もえー、あります。 えーまあ、結構いいところじゃないかなというふうに思いますが、私はここで止まったことありませんね、えー、ほとんど素通りだということです、えー、にしてしまうところで、まあ、私のところからのロケーションだと、まあ、どうしても、えー、こういうふうになってしまうんじゃないかなと思います。えー、この道のの道駅駅は旭川駅の近くですね 多分1キロ半ぐらい歩くとすぐ旭川駅だということでほぼ中心地ですね川を隔てて反対側に駅の裏側っていうんですが南側ですねそっちの方に位置しているのが旭川道の駅というふうになっています。 今回3連休だったんですけども、今回は2泊3日ということです。尊、え、敬、ー、を泊まらせていただきまして、えー、次の日は三笠道の駅でデータの放出ということです。えー、そしてまた何日か休んで天候のいいところを見計らって、えー、帯広十八牧場のお馬多いですかね、えー、そちらの方を見ようかなというふうに思います。えー、まだ天候の方の関係でですね、あのジュエリーアイス豊頃町ですね、そちらの方の手匠川の方からまだあのー えー、あの氷山でなくて、えー、氷がです、ね、流れてきていません、でえー、豊ロ町の海岸にはまだ打ち上げられておりませんので、えー、少し時期を見ながら、えー、ということを考えてみようかなというふうに思います、えー、また網走の,の方のガリンコ号、また紋、えー、別ですね、紋別のガリンコ号、そして網走のオーロラというふうに、えー、観光船もあ,、まあ、あるんですが。 そっちの方も行けたら乗ってみようかなというふうに思いますし、去年行けなかったですね、あの、釧路の、あのー、えぇ、ー、湿原号ですか、冬の湿原号ですかね、あっちの方も乗ってみようかなと思います。確かお弁当を買ってですね、しべちゃまで行って、しべちゃから U ターンしてか持ってくんですよね、えー。それ乗れなかったもんですからね、あの、車でわざわざしべちゃまで行って、あのー、列車が U ターンするのを見てきたという記憶があるんですが、えー、今年がもし乗れたらですね、前もって早めに予約してですね、行こうかなというふうに思います。えー 北の中で食べるお弁当は3種類です、ねえー、がありますので、それをいただきながら、しべ茶でちょっと休んで。 そして、また戻ってくるという単純なコースなんですけどもね、まあ、乗れたら乗ってみようかなというふうに思います。まあ、ワンパターンで動いてるんですが、北海道、この季節によって、いろんな美しい風景が見ることができます。そして、車で出ますんで、神仏にお願いしながら、感謝をしながら、安全運転、恐ろしい目に遭いませんように、あ、合わせませんようにということで、何事もなく尋常に走りますようにということを、常に神仏にお願いし、そして、感謝し、お願いし、感謝し、ということを、 繰りり返しながら走ら走せてていいただいておりますまた、神仏と科学の融合に関しましても、うだ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 考えておりますが、えー、非常に難しいですね。えー、まあ、そういう、うえーまあ、説明の動画だとかですね、そういうものにぶち当たるんですよ。書籍とかにぶち当たるんですが、読んでても非常に難しくてわかりません。えー、ですが、まあ、えー 量子力学ですねスピンの法則とかいろいろあるんですけど難しいですね、まあ、それを私が理解した段階でなん、えー、とかシムズ科学の融合に関して、えー、分かりやすい言葉で、えー、平たく説明できるんじゃないかなと思いますが、えー、まあそれが私の目標の一つですがいろいろこういうふうに考えてますと、えー、そういう機会に恵まれてるなというのは、えー、感謝しながらいます。えー、まああ まあ、何回も言いますけども、うん、どうして、ええー、 え、神仏は聞いてくれるんだということを物理科学の法則によって解明していこうかなというのが私の根性の目的。これが生かされている目的かもしれませんが、まあ、YouTube を通じて少しずつ説明していこうかなと思うんですが、なかなか進んでおりませんよね。もう、この世はバーチャルだとか、タイム、いろいろ次元があって、どこのこうの,の平行宇宙でパラレルワードになってるとか、いろいろ考えてますとですね、もうわけわかんない状態になってきます。死後の世界はどうなっちゃったっていう といううことだってもう2チャンネルとか何とかその辺から言ってくる人に今まつに未来人が来たとかそういう話を聞いてますとですねよくわけ,わけが分からんぞということになりますがまあそのうちだんだんすべてがつながって一本の道につながって順番に解明していくことができるんじゃないかなと見ながら今はぐちゃぐちゃの状態でいろいろ見てますよということですが。 まあ、車で運転しててもですね、えー、ぼーっとしててもあれなんで、うだうだ考えながら、どうなってんのかな、こうなってんのかな、あ次の交差点でなんか車が出てきそうだな、横から人が出てきそうだな、というのをですね、うん、日々、えー、感じながら、感じ取りながらですね、えー、そういうふうに、えー、走るように、えー、心がけております。 え本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、別チャンネルの RGY の方で古い撮ってますが、あまり出ていってませんが、これからだんだん天候が良くなったらですね出ていきますので、どうぞそちらの方もご覧いただければと思います。えー、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。